有本香里さんがまたもや発覚した失態に対し強い嫌悪感を。この動画では最近発覚した自民党青年局の疑惑について、その背景、影響、そして我々がどう対応すべきかについてお伝えします。公費を私的な娯楽に流用するという深刻な問題を具体的な例を挙げながら解説していきます。あなたも政治家たちの不適切な行動について耳にするたびに怒りや失望を感じているのではないでしょうか。そして自分たちの税金がどのように使われているのか疑問に思っていませんか。さらに言うと、このような問題がなぜ繰り返されるのか、その理由について考えたことはありませんか。では公費の私的流用に対する厳しい対応が必要だと思いますよね。結論から言いますと、その答えははいです。でも公費の流用は昔からあるから仕方ないと思うかもしれませんが、そうではありません。本当は私たち一人一人が声を上げ行動することで変えられるのです。もし私一人が何を言ったって変わらないと思っているのであれば、それは大きな誤解です。この問題に目を向けないことは、あなたの税金が無駄に使われ続けるリスクを高めます。なので今回は、自民党青年局による公費私的流用疑惑の具体的な内容と、その背後にある政治文化、さらに私たちができる対策について徹底解説していきます。この動画を見終わった後には、公費私的流用の現状が明確に理解でき、さらにそれだけではなく、問題の根本的な原因、対策方法、そして私たち一人一人がどのように行動すれば変えられるか、これらをすべて知ることができます。私自身、これらの問題を深く理解し、意識的に情報を収集し始めたことで、政治に対する見方が大きく変わりました。そして同時に、私たち一人一人の行動が社会や政治にどれほど大きな影響を与えるかを実感しました。このように政治の透明性を高め、より良い社会を築くために自分たちに何ができるのかを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。自民党の埼玉県の青年部に所属する地方議員たちが、2016年の初めに不適切ともいえる一夜を過ごしたことが明らかになりました。この事件には、公に支払われた資金が不適切に使用された疑いがあると、文春オンラインが伝えています。特に注目を集めたのは、奇妙な仮面をつけ、縄で縛られた男性の姿と、AKB48 の制服に扮した別の男性がマイクを持っている様子です。この制服姿の男性は、事件当時、青年部リーダーであった田村匠氏だったと指摘されています。この報道がなされた当日、田村氏は報道陣に対し、その場が SM クラブでも何でもなく単なるバーであると述べ、公的資金の使用を完全に否定しました。この発言は、公費が私的な娯楽に流用された可能性に対する公の関心をより一層高めるものとなりました。これについて有本さんは、私的なお金でやったのであれば問題ないのかもしれないが、と言いつつも、度重なる自民党議員の失態に呆れたご様子でした。この件について当チャンネルの解説に松野博子さんに解説していただきます。松野さん、自民党青年局の疑惑について見解を伺いたいと思います。公費を私的な娯楽に流用するというこのような行為が事実であれば大きな問題ですよね。はい、確かにその通りです。公費の私的利用は税金を納める国民にとっては決して許されることではありません。報道によれば、この事件は非常に深刻な内容を含んでおり、もし事実であれば、関係者には厳正な対応が求められるでしょう。では、どのような調査が求められると考えますか？まずは、公費の具体的な使用状況を明らかにすることが必要です。続いて、その資金がどのような目的で、どのような形で使用されたのかを詳細に調査する必要があります。そして、もし不適切な使用が確認された場合には、関係者に対して適切な責任を問うべきです。このような問題が繰り返されないようにするためには、どのような対策が考えられますか？公費管理の透明性を高め、厳格な監視体制を構築することが重要です。また、公費の使用に関するルールを明確にし、その遵守を徹底する必要があります。さらに、不
不正が発覚した場合には、その事例を公開し、厳しい処罰を行うことで、抑止力を高めることも必要でしょう。国民の信頼を損ねるような問題が再発しないよう、透明性のある管理体制の構築が求められているというわけですね。今後の対応に注目したいと思います。松野さん、ありがとうございました。この話を聞いて、本当に怒りを感じずにはいられません。我々が一生懸命働いて納めた税金が、こんな不適切な使われ方をしているなんて、到底受け入れられることではありません。公人としての自覚、そして道徳的な基準が問われるこの状況に、ただただ驚きを隠せません。このような人たちが我々の生活や社会を左右する政治の舞台で主導権を握っているのです。安心して政治を任せられるのか、深い疑問を感じざるを得ません。私たち国民は政治家には高い道徳性と公共の利益を第一に考える姿勢を常に期待しています。しかし、今回の報道が事実であれば、それらが著しく欠如していることになります。税金を私的な娯楽に使うなど、許されるべき行為ではありません。もし事実ならば、きちんとした調査を行い、適切な処罰を下す必要があります。それはただ単に関係者への対処を超え、公共の信頼を回復するためにも不可欠です。この事件は政治に対する国民の信頼を大きく損ねかねない重大な問題です。政治家自身が法と道徳に則って行動することが国民との信頼関係を築く基盤となります。今回のような問題が明るみに出た場合、それに対して真摯に向き合う責任を取る姿勢が求められます。政治家には自らの行動が国民にどのような影響を与えるか常に自覚してほしいと切に願います。結局のところ、この事件はただの醜聞ではありません。それは我々がどのような政治家を選び、どのような政治を望むのかという根本的な問いを私たちに突きつけています。私たち一人一人が政治に対する関心を高め、適切な判断を下すことが、このような不祥事を未然に防ぐ鍵となります。以上で終わります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。